ティム・ハーベイティム・ハーベイはイギリスのレーシングドライバー。イギリスツーリングカー選手権で1987年と1992年に、ポルシェカレラカップのイギリスチャンピオンを2008年と2010年にチャンピオンを獲得したことで知られている。BTCC では16レースで優勝した。BMW、ルノー、ボルボ、プジョーのワークスチームに在籍した。 イギリスツーリングカー選手権では、1987年から、ローバー・ビテスで一番排気量の大きな A クラスに参戦しており、この年のクラスチャンピオンを獲得した。翌1988年からは、フォードシェラをドライブ。1989年と1990年は、クラス3位に入り、表彰台の常連になる。このカンルマ24時間レースや世界。 スポーツカー選手権などの国際レースにも参戦している。1991年に BTCC は大幅な規定変更を受け、一つのクラスに統一されたスーパーツーリングと呼ばれる規定のレースに変更された。ハーベンはこの年 BMW に移籍。ドライバーランキングは8位だったが、最終戦のシルバーストンサーキットで優勝を飾った。翌年も BMW に残留。 この年5勝する好成績を残し、最終戦までトヨタのウィルホイトボックスホールのジョン・クレランドとタイトル争いを展開した。チームメイトのスティーブ・ソパーの援護もありこの年、シリーズチャンピオンを獲得した。1995年の BTCC でボルボ850をドライブするハーベイ。ハーベイの前を走るのはチームメイトのリカルド・リデル。1九9三年はルノーに移籍し、 ルノー19で参戦。ランキングは10位と振るわなかったが、開幕戦のドニントンパークで優勝した。1994年はマシンがルノー・ラグナに変更され、チームメイトのアラン・メニューがシリーズ2位を獲得した。一方で、ハーベンはリタイアも多く、ラグナ投入後初の優勝をシルバーストンサーキットにてチームにもたらしたものの、この年のノックヒルサーキットでの第一レースでは、 アルファロメオ155のガブリエル・タルキーニに追突。横転させて走行不能にしてしまい、失格となるなどこの年は荒い場面も背景された。またこの年の全日本ツーリングカー選手権の富士スピードウェイで行われた最終戦インターテックにスポット参戦し、約2年ぶりに BMW をドライブした。1996年はプジョーに移籍。 九条406をドライブした。1995年はボルボに移籍し、優勝2回、2位を2回、3位を4回獲得する、好成績を収め、シリーズ5位となった。なお、ボルボに在籍したのはこのシーズンのみとなった。この年ハーベイは、南アフリカのキャラミで行われた、キャラミツーリングカーインターナショナルにも参戦。現地の日産チームから、日産、プリメーラで、 ジニエルド・ビリエとコンビを組んで参戦した。このレースには、ハーベイと同じく同時期の BTCC に参戦していたアンソニー・レイドやジュリアン・ベイリーらも参戦し、同チームがもう一台走らせたプリメイラをドライブしたのは BTCC でも日産のドライバーとして参戦していたティフニー・デルだった。また、日本からも関谷正則が出場している。 1996年と1997年の BTCC には、プジョーのワークスから参戦。チームメイトのパトリック・ワッツと共にプジョー406を運転したが、この2シーズンは、アウディとルノーの2ワークスの前線となり、プジョーは苦戦。未勝利に終わり、ハーベイの表彰台は1997年の2位2回のみとなった。 1998年も引き続き、プジョーのワークスドライバーとして参戦を続け、この年は昨年まで、フォードチームに在籍していたポール・ラディシッチを新たに、チームメイトに迎えたが、この年も、ボルボや日産、ホンダのサンワークスが力をつけて前線する一方で、プジョーチームはこの年も苦戦を強いられ、シルバーストンサーキットでのラディシッチの4位入賞が、プジョーのこの年のベストの成績となり、 ハーベイもこの年は参戦以来ワーストのランキング17位と低迷した。またこの頃の BTCC ではマシンの開発費が高騰したり大会数増加によるチーム出費の増加などが問題になり始めた時期でもあり、1995年以来の参戦を検討していたアルファロメオも参戦を取りやめるなどワークスチーム、プライベートチーム問わず参戦を取りやめたり撤退するチームが アイツだ。プジョーはこの年限りで撤退を決め、アウディと共に撤退。ハーベイもこの年で、一旦、BTCC 参戦を終了した。参戦を休止した2年間は、インディペンデントチームとして参戦しているマット・ニールの、チームダイナミックスのマネージャーを務めた。ニールは、他のワークスドライバーとセリー勝って、インディペンデント勢初の優勝も記録し、2年連続で、 インディペンデント部門のタイトルを獲得した。2001年より2年ぶりにドライバーとしての参戦を再開し、プライベートチームからアルファロメオ147をドライブ。スポット参戦だったがシリーズ8位となり、元 BTCC チャンピオンの貫禄を見せる形となった。翌年もプライベートチームから参戦。この年限りで BTCC 参戦を終了した。 BTCC 参戦終了後もイギリスのレースに引き続き参戦。ポルシェカレラカップのタイトルを2008年と2010年に獲得している。現在もイギリスのモータースポーツイベントに出場しているほか、テレビ番組の解説者やレースリポーターとしても活動。ドライビングコーチとして後輩の指導にも携わっている。レースは大雨のため途中で中止され、 ポイントは付与されなかった。エンデュランスドライバーのため、ポイント獲得の対象外。ありがとうございます。